にちは、あやチャンネルのまみです。夜になると元気になる子どもたちです。今日もね、みんなでねワンプロして遊んでますよ。みんなノエル兄さんにちょっかいかけてますね。でもノエル兄さんすごい嬉しそう。尻尾ピーンと上がってます。お、ナイト君遊んで遊んでが始まった。さあジュエルは一生懸命ノエルに近づいてますね。ジュエルからも最近ね、ノエルにね、こう積極的にこうくっつきに行きますよ。ノエルもね、まんざらね、嫌そうではないみたいですね。おー、みんなが行ったのはこっちですね。はい、久々のダイヤくん登場です。みんなダイヤくんに遊びに来ましたね。みんなダイヤくんをカミカミしておりますね。はい、焼きもち焼いてるナイトくんです。ダイヤ君は俺だけのものって感じで。さあちょっと控えめに、ジュエル兄さん、あ、ノエル兄さんがいますね。ノエル君も入りたいんだよね。入りたいけどちょっと自分からいけない。お、アクアが言ってくれた。やったねノエル。アクアはね、こういう時にね、本当ありがたい存在だよね。本当多頭飼いはね、本当楽しいですよ。こうやってね、もうなんか常にみんなでこうお団子になってね、こう遊んでるので、でね、私がね、わざわざね、こういちいち相手して遊んであげなくてもね、全然大丈夫なので、まあせいぜい庭でね、プーラー投げを一日にね、何度も何度も繰り返し、アクアとダイヤにね、やるぐらいでね、あとはずっとこんな感じでね、子供たち同士でこう遊んでくれるのでね。すごく助かりますね。ジュエルは常にね、誰かにくっついてたい、誰かの背中にくっついてたいんですね。アクはみんなにおしゃれ気味です。あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。Thank you for watching. See you again. Bye.